どうも、島谷聡輝です。ジャガモンの斉藤です。ネズの映画版ということで、過去の名作や旧作の映画を今改めて見た感想を喋っていくというシリーズでございます。今回はですね、北野武監督のクビという最新作が公開されるのに合わせて、北野武マラソンちょっと加速していきたいなというところで、一旦ちょっとバと花火、菊次郎の夏、ブラザー、ドールズは、一回飛ばさせてください。結構ジャンプしてんだね、そういう。あ、すいません。ドールズ飛ばすかとか。そうだね。てか、ここ円熟期ですから。そうだよ。ここからやりゃよかったなという気もするんだが。普通に見たいね。すいません。ちょっとでもみんなが YouTube 上で気になるというか、タイトルでもありながら、こう時代劇、歴史物としてのこう首にもある種繋がる部分があるのかなということで、座頭市をちょっとね、一旦スキップさせてやらせていただきたいなと思います。エポックメイキングというか、そうなんですかな、ね、みんなの中でもうあの音楽とかさ、あのタップダンスでしょ、とかっていうポピュラーな一本でもあるから、見たことある。そうそうそう。あんま覚えてない。そうそうそう。みたいな人も多分いっぱいいるはずで。その枠の感覚で今回僕見ましたね。確かにね。はい、はい。着信ありとかの時の並びですね。そう。日本国内200万人観客動員。ヒットしてますからね。北の刃が最大のヒット作となった。今も最大なのかかな、どうでしょう。でも、そんだった気がするな。28億ですからね。大ヒットですからね、これはね。はいはい、で、音楽も鈴木圭一さん。出た。入ってますから。アウトレイジですからね。ね、はい、2003年の映画で、大ヒットで、これを最初に見た北の刃作品で、なんなら唯一の北の刃作品っていう人も多分すごい、いるんじゃないかなと思います。はい、で、改めて僕ら見ましたよ、と。はい。おなじみのちょっとじゃあ、あらすじ、紹介のコーナー、パッケージ裏のあらすじ紹介ですね。もはや敵なし。おお、これは覚えてますね。かっこいいね。R指定だったから僕当時ね、映画館で見られなかったんですよ。俺も多分レンタルで見たかな。R15 で、僕多分小4とかなんで、ポスターとか駅とかに貼ってあるの見て、表が最強です。最強。で、裏がもはや敵なし。これ両方なんかね、ノートとかに書いてました、僕。ああ、そう。見たすぎて。いいね。そう。で、その下に、北野武史×ビートたけし。はいはい。痛快至極、面白さ無限大のアクションエンターテイメント。大振りですね。ということで、出演者としてはビートたけし、はい、監督、脚本、編集としては北野武史としてクレジットされているという分け方ですね。ヤクザの銀蔵一家が取り仕切る宿場町に3組の旅人がやってきた。一人は金髪で朱塗りの仕込み杖を持った盲目の居合の達人、座頭市。もう一組は、浪人の服部源之助とその妻、おしの。彼は病身の妻のために用心棒の働き口を探していた。これが浅野忠信さんですね。そしてもう一組は旅芸者のおきぬとおせい。はいはい。二人は親の敵討ちのためにこの町にやってきた。これが片方が本当は男性で、はいはい、弟に当たると。姉と弟に当たるということですね。で、訳ありの三者の運命の意図は、銀蔵一家を介して引き寄せられ、やがて問答無用の戦いが幕を開ける。はいはい。斬新な盾やコントシーン、軽快なテンポを刻む音楽と、ド迫力のタップダンス。公開と同時に話題となり、全世界が注目する北野武史が描く初の時代劇は、最強のエンターテイメント。北野アクション映画の真骨頂を堪能せよ。ということで、かなりね、このパッケージ裏の解説も洗練されてきたという。そうですね。全然、引っかかるところない。慣れてきた。慣れてきた。僕らが、もう慣れてきたっていう感じ。ただ今飛ばしてますからね。その間の5本はもしかしたらめちゃくちゃかもしれない。可能性ありますね。楽しみですね。ベネチア国際映画祭で監督賞、銀獅子賞などを受賞したっていう、まあ国際的な評価も高い。あ、シッチェス・カタロニア国際映画祭でグランプリ取ってるらしいですよ。すごいですね。意外だな。これはあんま知らなかったな。賞レースで。非常に、今見てもまあ面白い部分もありつつ、まあ当時っていうか僕はレンタルでその後見たから、初めて座頭市ちゃんと見たのは2012年とかかな、そのぐらいなんですけど、その時にはめちゃくちゃ面白いと思っ、なるほど、いました、当時は。が、今改めて見ると思ったほどではなかったかなという感じです、正直。どの辺があってあります？ちょっとぶつ切り感があって、はいはい、ああなるほど。なんかね、場面場面がそこまで連関してない感じっていうのは、そうね、ちょっと意外とありました。意外とね。で、見せ場となるシーンはとても良いんだけど、バキッと気合が入ったところからのアクションシーンとかはもちろんいいんだけど、なんか間の、まあ、主にガダルカナルタカさんが担当する挿入エピソードみたいなところの、はい、こうちょっと肩の力抜けたコメディみたいなシーンと、次のこうアクションシーンへのこうなんかこうつながりがあんまりこう、段差がちょっとあんまり気持ちよくないなっていうのが、ある意味テンポ悪く繰り返されるっていうところがあって、ね、芸者の姉妹、まあ、あえて姉妹っていうけど、はい、姉妹の回想シーンの唐突さと長さとかね、ちょっとね、リズムが崩れるとこありますよね。なんか編集のアンバランスさみたいなものが、意外に、意外にちょっと感じたな、大人になると感じるなっていうところはありましたけど、まあでも、
トータルではもちろんその見せ場の面白さ、はい、一つ一つのシーンの面白さっていうのと、うん、あの元々ある座頭市、勝新の座頭市を完骨だったりして、はいはい、あ本当はこうだったんだみたいな風にするところとかは非常に面白いですし、うん、そのアクションの見せ方も、うん、あやっぱりこうアップデートされてるなって今見ても、うんうん、20年前の映画ですけど今見ても思いますね。 CG 血のりとかね、もう今見ると逆に新鮮な感じもするというかね、もう明らかにもうケレン味って感じになってますね、うんうん、もう鈴木清純とかみたいな、はいはい、派手さを優先してね、うん、色ついてんな、はいはい、父に色ついてんなとかね、そうかこの首と今比較して見てますけど、そうだね、そうだね、首で首がリアリティ、うん、5話のリアリティなんだとするならば、うん、やっぱそっちとはやっぱ全然違うよなって思いますけど、でもこうやっぱ刀の使い方の、はい、こう逆手に持って背中からこう後ろにこう刺すところとか、うん、刺す突きでね、はい、とか今見ても結構フレッシュだったりするし、はいそうだね、一方でやっぱねギャグが一番あんまり成立してない時期なのかなっていうのもちょっと感覚としてはあるので、タカさん周り特にね、うん、まあタカさんがやってるからタカさんのこうショート映像としては面白いんだけど、あの木の棒を振り回して当たっちゃうとかうまいじゃない、うまいとかチャンバラを3人にやらせて、はいはいはい、段取りがあるんだよ、連れていくやつね、おっ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 、何やってんの、その、というところとか、あと、サイコロをね、はいはい、目つぶってサイコロやってみるところとか、はいはいはい、あ、まあ、タカさんの、うん、あの、ショート動画としては面白いんです。上手ですよね、やっぱり、ね。そう、座頭市内で見たいかっちゅうと、みたいなのはちょっとあるんですよね。家の周りを、やーって走り回ってる人がいますけど、はい、戦憧れの、筒村屋憧れのね、はいはい。あの人ぐらいでいいんですよね。なるほどね。ギャグ、はい、あれぐらいでいいなと、はいはいはい。それ以外は結構もっとシリアスでもいいのかなって僕は思っちゃったんですけどね。だからあそこのぐるぐる回ってる彼は、あのギャグ周りも兼ねつつ、うん、ちゃんとその当時の戦がちょっと落ち着いちゃってて、そう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 。戦憧れみたいなね、うん、若者の武士憧れみたいなものとかの反映としても面白いしね。たけしさんのマイノリティの人への目線っていうのはまあ常に賛否両論あると思うんだけど、うん、まあ最後にネタバラシはあるんだけれども、うんうん、盲目っていうハンディキャップ設定が、はい、ある人物が主人公であり、はいうん、で、あの、ガーッ、あーって走り回ってる人っていうのは、うんうん、まあ、おそらくこう、何らかの障害発達系のものがあるわけですけど、まあ、そんな人が、こう、排除されずに、村の中で、誰かにはご飯食べさせてもらってるわけじゃないですか、多分。っていう、なんかこう、ある意味の愛情の眼差しみたいなものもある気がしてて、うんうん、あの描写とかはすごい良くて、そうだね。なんか、ああいう背後の半分ギャグ、半分社会描写みたいな。うんうんうんものっていうのが、あいつ以外にあったかっていうと、そうそうね、なんかあんまなくて、ね、そういうところをちょっとね、もうちょっと詰めてほしかったなとかはないものねだりだけど、うんうん、今見てしまう、20年前の映画として今見ると結構思うかな。そうだね。うん、今見ちゃうとそこはね、確かにね。みたいな、あえて不満を言うなら、ね、気になるところが出てきますね。はい、でもやっぱりこう、浅野忠信さんとたけしさんのところとか、はい、江本明さんとかもやっぱすげえいいし、うん、岸辺一徳さん、はいはい、まあその4人ですかね。はい、大人怖ってやっぱいいなとは思いますよね。うんうんうん、でもなんかそのテンプレを超えてないなとも思う気もする。そうね。そうね。だからやっぱこう金髪だっていうのとか、はいはい、そのタップダンスでこう最後盛り上がっちゃうところとか、はい、まあインド映画ですよみたいなことですよね。はいはいはい、はい。とか、クワで耕してるところがストンプみたいな感じで、うん、あれ、ツタン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 みたいなところ。ドア頭からあったもんね、うん、そのリズムになってるのがね。なんかあれでなんか本気で見るもんじゃねえっすよみたいな、こう温度感はすごい伝わるから、はいはいはい、そのすごい独特の文化を作ったなとは思う。はい。けど、ちょっとこれを中途半端に真似して、大失敗したものも、この後に生み出してしまったなという印象もまあちょっとあるけど、たけしさんだからギリできてんのよ、このバランスはって。そうだね。思いますね。どうですか、好きなシーンとかあります？僕はね、やっぱそう、縦シーンはすごく良くて、うんうん、家の狭い、はい、あの飯屋のところで、はいキーキーってなるところは、やっぱ上手いし、はいはいはい、セリフも、あの、かっこいい。そう、かっこいい。やっぱ、なんか、なんだっけ、獣の匂いがするな、みたいなこと最初に言うんだっけ。血の匂いかな。はいはいはい、はい。で、なんか、ダメだよ、こんな狭いところで。はい、刀そんな握り方しちゃう。はいはいはい、だからうわぁ、やっぱ、たけしさん、ハマってるなというか。かっこいいね。普通にその、たたずまい、うん、要するにその、ちょっと猫背で、あんまさんのね、役で、はいはい、耳を澄ましてるというか、感覚でこう、何か測ろうとしてる動き方とか、うん、寡黙さとか、うんうん、そもそも、たけしさんに合ってるなーって、すごく思ったんですよ。うんうんうん、で、それはその、勝新にたけしさんが似てるって意味じゃなくて、うん座頭市っていうこのイメージ像みたいなものに、全然たけしさんははみ出てないっていうか、だからこう、佇まいすごく、あ、これ座頭市って言われたら、あ、そうだよねって思えるのは、
すごいなって思ったし、はいはいはい、やっぱそれが一つで金髪にしたりとか、うん、オチでね、はい、見えてたとか、まあちょっとやりすぎではあるけどね、なんなの、うんうん、っていう気はしてるんだけど、はい、依頼仕事というかさ、うん、やってくださいって言われてる仕事だから、うんうんうん、その今までと違ってこれ俺やりたいんだよ、じゃないんだよね。確かに。で、その、確かにその、それまでこう、座頭市をパロディにして、うん、こうやったら笑えるんじゃないかなって思ってとかっていうのは結構発言はされてるけど、うん、みんなやってるかで出てきますからね、まず、ね。あ、そう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 、まさにそうです ね。やらせてますね、はい、そうだ、ね、懐かしい、懐かしいって言っちゃった。当時見たのに。この前見たのに。はい、そう、だからそういうところがあったりするんだけど、依頼されてね、いや、受け負いでやれる方だったと思うから、はい、うん、多分その結構崩し方っていうところは結構難しかったんだろうなって思ってて、うん、確かに確かに、もっと崩してもいいなと思っちゃうな。そうで、やっぱりその首見ててもそうだけど、うん、総合的な意味で脱時代劇っていうのが結構難しいなとはやっぱね、うん、改めて試みとして難しいなって思っちゃってて、うん、で、座頭市ってやっぱり元の物語自体が悪い人がいて、うん、戦いますってだけじゃん、うん、で、そこに、なんかその復讐劇だとかなんだとかっていうのが、やっぱ、勝新座頭市の時から、それはもう、お決まり、うん、で、切ったら強すぎるから終わっちゃうから、うん、やっぱその時間引き伸ばすために、いろんなこう物語とかを入れる、うん、絡めるし、うん、勝新座頭市の場合は、こう、切ることに迷いがあったりとか、うんうんうん、これは果たしていいことなのか、みたいな葛藤みたいなのを、はい、勝新太郎さんがもう演技で引っ張るみたいな、うん、いわゆる演技ってその、熱のこもった、はい、いわゆる昭和の俳優の顔面ドアップにして、クーみたいなこう見栄を切ってとか、っていうのでやっぱこう引っ張ってって観客もそこに感情にしていくっていう構造なので、やっぱこれを、しかもその、その演技の熱量みたいに関しては一番こう、ある意味無頓着というか、照れがあるのがたけしさんだから、実はその題材と監督の作家性の組み合わせとしては本来なら良くない組み合わせというか、要はその一さんがなんか葛藤したりとかクーとかなったりとかっていう人情劇みたいなとこって、あんまやんないじゃん、たけしさん。そうですね。で、やっぱ今回のザトイチはやっぱそこ割り切ってて、コマが変わった飛ばでいきなり切り捨てて、全員切り殺すじゃん。あれって本来だったらその、え、何がしたいの？一歳の、うんうんうん、ってなるんだけど、うんうん、実はそこはやっぱクールにというか、はいはいはい、のめり込めるかどうかの塩梅の違いというかね、うん、本当だったらもっとこう、真に迫る演技があって、うん、うわぁ、ザトイチどうすんだろうみたいなのがあって、あ、でも切るんだとかっていうので、こう物語を進行させていくんだけど、うん、それがやりたくないから多分ね、はいはいはい。だから実はそのザトイチが絡まないパートがすごく長いじゃない。うん、だから結果としては、あの、いびつな形になっちゃってるなぁ、うんうん。でも、うんうん、勝新太郎座頭市にはないことはやれてるっていう。うんうんうん、だからカウンターとしては成功してるんだけど、はい、じゃあ一本の映画として満足度、うん、カタルシスがあるかってなると、うん、ちょっとこう、変な形の仕上がりにはなってるな。よく見るとね。そう。そうですよね。というのは、まあ、改めて見て思っちゃったところかな。真っ正面から達人のものを作り直すのは、うん、やっぱしんどいっていうのがおそらく多分あって、はいはい、たけしさん自身も結構、はい、勝さんは超えられないと謙遜していたみたいなこともあるので、でもじゃあ正面から比較されないように、うん、別物ですせっていうところを強調するために、うんうんうん、そのタップの要素とか、はいはいはい、ストップみたいな音楽の要素とか、はい、まあ金髪にしたりとか、うん、最後のオチが違うとか、うんうん、とにかくとにかく活字のやつじゃないですみたいな、そうだね、違います違いますっていうことをとにかく強調するっていうのが企画だったのかなと思っていて、はいはいはい、そこはやってよかったなって思うし、全部に関して、ね、活字さんの座頭市の佇まいと、うん、やっぱ骨太な感じに対してたけしさんの方がやっぱ明らかにこの人繊細だろうなと思うし、この人、うん、大丈夫かなっていう、うん、こう、脆さも感じる一方で、はい、でもそれって演出の中では絶対入れてないっていう、はい、葛藤はそんなにしてないキャラクターにしてますよね。うん、してないね。化け物にしてるっていう。温度は低いよね。うん、温度が低い。うん、そう、うん、何考えてるかあんまりわかんない度で言うと、うん、北の作品の中のたけしさんの役でも結構上位なんじゃないかなっていうぐらい、はい、何考えてるかあんまわかんないですね。わかんないね。あんまって言っちゃってちょっとややこしいですけど、あんまりってこと、ね、あんまりわかんないですよね。そこは結構どうなの、もうちょっとらしさ出てもよかったんじゃないのっていうか、人気な作品なのもそこだとは思うんですよ。たけしさんの葛藤とか自殺願望とかって別に大多数の人が見たいものでは絶対にないから、そこって完全にオミットしたことは大成功だとは思うんだけど、味少なかったなーっていうのは首に感じる物足りなさとも、そうかもしれない。同じなのかもしれん。だからちょっと頼まれ仕事で、うん、しかもオリジナル版があって、うん、で、多分制約もあったはずなのよ。うん、おそらくね、うん。ここはこうしてくださいとか、ある程度は。うん、
ってなった時に、職人的にじゃないけど、うん、ある程度ちゃんとやりますっていうことなんだろうなぁとは思う。だから、やり方によってはさ、うん、思想感というかそのもっと絶望的な ね、雰囲気の座頭市って できたと思うの、本当は、ね。もっと死に向かっていくような座頭市って、ね。あの刀をこめかみに当ててもよかったそれ。そんなちねじゃねえか。ぐしゃって。なんかそう。死ねない気がするけどな、そうだね。苦しそうだよね、逆に。なんかそんな匂い一切ないですもん。そう。要は、この人死に向かってってるんだって、やってもよかったと思うんだけど、その判断は多分封じた。そうですよね。もちろん検討した上で封じてるんだけど。絶対、絶対案としてはあったと思うの。で、それはそれでめっちゃ見てえなとか思うけど、多分それは、わけわかんなくなっちゃう。わけわかんなくなっちゃう。やっぱそれは封じてね、やっぱ一個のザトイチっていうその、まあフランチャイズですよね。そこからそれないような、ある程度のエンタメ度を保ってっていうところで、やったのが、今回はだから、たけしイズムみたいなものは、やっぱそれは薄いよね。ただ、これがヒットしてるってことは、やっぱそういうことなんだろうな、そういうことなんだろうなっていうことですよねサービス精神のやつで、はい、まあ、作ってくれてありがとうっていう枠なのかなと思うし、どうしてもこの作品の魅力がそのビートたけし、北野たけしっていう人物への僕らの愛着と憧れに依存してるシーンがちょっと多すぎるなって俺はちょっと思ってて、なるほど、たけしさんがね、サイコロの音変わったなとか、はいはいはい、その三味線の外してどうするつもりだとか、そのおーすげーみたいな、おーたけしだみたいな、ああ本当にたけしさん目の前にいたら見破りそうだなとか、はいはい、そういう勝手に一般人が思ってること、はい、っていうのをザトウイチっていうキャラクターにこう固くして勝手にテンション上がってる部分って、結構外国の人が見てもそうだと思うんですよ。なるほど、すげえなみたいな、たけしすげえなみたいな、はいはいはい、それってさみたいな、うん、なるほどね、ザトウイチって関係ないよねみたいななるほどね、魅力の配分がちょっと多くて、なるほど、たけしさん本人が出なくていい北野たけし映画ってどんどん出てきてもいいはずなのに、結局出なきゃいけなくなってるっていう話って、もうほぼね全作品にそのエピソードあるぐらいで、今回は出るのやめようかなと思ったので出ることになっちゃったんだって毎回言わせてるんですよね、たけしさんに言ってるよね、首でも言ってました、言ってた、あそうなんだ、首でも違うはずだったのにって言ってて、そっか、そこはもうたけしさんは生涯出続けなきゃいけないのかな、宿命ですね、っていうのはちょっと思ってしまうな、なるほどね、全然しょうがないんですけどね、だからそのセリフのところで言うと、やっぱオチのさ、目見えない方が人の心見えるんだよ、お前あんまじゃねえのか本当はみたいなくだりのセリフも、その部分だけ聞くとなんかいいこと言ってるなって思うんだけど、そういう物語だったっけともなるというか、そうぽいこと言ってんなみたいなそうそうそう、あのそこだけ切り取るとあいいこと言ってるなって思うんだけど、いくら面玉ひいむいても、はい、見えねえもんは見えねえんだけどな、あそう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 、ね、とかあったし、なんかその辺がなんだろうな、あのあれかっこいいけどね、かっこいいんだけど、そういう映画だったかって思うそう、だ全体的にズドーンと騙されてる感じはすごいありますね、そうだからそのイクチュンが言ってたそのねセリフのケレミみたいなところって、カツシンザのザトウイチのイメージも引き継がれちゃってるなと思う、ああなるほど、そう決め台詞みたいなね、でそれってこう、まあ三船の用心棒とかでもいいんだけど、はいはい、やっぱそのかっこよさってあるじゃない、その当時の、この決め台詞として、ただやってることとしては反座頭市的なところもやりながら、はい、踏襲してるにも見えちゃうから、ちょっとこう中途半端には見えちゃう、そうですよね、だ何考えてるか分かんないんだったら、もっと何考えてるか分かんない人が言ったら映えるセリフでもそうですよね、よかったのかな、とかも今思っちゃうね、だからヒットしたのは分かる、はい、でよくも悪くもキャラクターものである、はいはいはい、でたけしさんは戦ってはいると思うし、はい、でも結局頼まれ仕事だ、そうだねっていうのは冷静にフィルモグラフィーを見てみると意外にちょっと評価が下がる作品かもしれないな。なるほど。で、同じ悩みは首でも続いてるかもしれない。そうだね。っていう意味で言うと、今見ると相当面白いかもしれない。そうだね。うん。価値必見ですね、これはね。もう一回見た方がいいと思います。そうですね。多くの人が10年前とかに見て、もう感想が止まってる場合は、今見たら相当感想が変わるタイプの作品であることは間違いない気がします。というのを、はい、じゃあ我々の感想にさせてください。はい。はい。というわけで、北野武史作品、今までも結構扱ってますし、これからもちょっと扱っていこうと思いますし、はい、首に関しての動画もね、いっぱい出していきますので、よろしくお願いします。お願いします。以上、おしまいさおきでした。じゃがもん斉藤でした。ありがとうございました。